風と大地は、日本のプロレスラー。日本大学プロレス研究会、卒業後も地元の草プロレス団体である、抜き草レスリングにて、カジャーアン中のリングネームで活動。2010年8月、アマチュアのままガッツワールドプロレスリング主催、トゥルースのマットに上がる。2011年、ユニオンプロレスレギュラーオーディションに合格。大森高尾の指導のもとで、第2期、 アックスボンバーズとして活動する。リングネーム表記は、風と大地だった。2月3日、新宿フェイス大会のダークマッチにて、大森対アックスボンバーズ3人がけに挑む。2月16日、DDT 主催、月間若手通信における対、入江茂広戦で、プロデビュー。その後は、若手通信やユニオンのダークマッチで経験を積み、2012年4月に、 ユニオン本工業デビュー。2016年より全日本プロレスにも参戦中。2021年8月22日、真夏の変態祭りでのベストストレッチマン V さん。ベストストレッチマン V さんは、風邪とが噴した、超人用の肉体と心臓を手に入れて生まれ変わり、地球の平和と子供たちの笑顔を守るべく、日夜何かしらの悪の怪人と戦う正義のヒーロー。ありがとうございます。